はいどうも、妖怪三国志クニトリオズ今回もやっていきます。今回はね、以前もねちょろっとやったんですが、今ね 2.5 周年キャンペーンがやっておりまして、妖怪とね群馬神パワーアップ中なんですよ。彼らがね特にパワーアップ妖怪に加わりまして、まあ以前もねご紹介したんだけど、戦力もね攻撃速度もいろいろに上がってます。ぶつかりクリティカルになったりね。そしてゴルニャンはね、ゴルニャンらしく使いやすい妖怪になったのかなというね。ゼニアップとかね、アイテムのドロップアップとかね、20% あるんでね。そして、巨女とね、あとこれは、まあみんな見てくれ。で、挑戦ちゃんがね、魅惑の挑戦ちゃんがパワーアップされました。ということでね、2.5 周年キャンペーンやっててね、これですね、最高輪ね今やってますんで、まあ、それでね、カイラ10凸させましたんでね、ちょっとそれを見せてきて、1凸から始めてね超10凸、かなり大変だったんですけどお見せしたいと思います。で今ね、試練とか2倍になってるので、これも結構チャンスかな。エクストラもあれだしね。なので、今ね、妖怪のガシャのラインナップもね、変わったりして、獅子エンマはね、もうほとんど、まあ私も超10凸してるんだけど、まあ、ほとんどの人がね、超10凸できて、そしてね、今妖怪ガシャもね毎日無料10連なんですよ。で限定ミッションもあったり、いろいろね強化キャンペーンがあったりして、なのでね、復帰の方はぜひね、私のリンクとかにもあるんですけど、いろいろ6月29日以前にプレイしてない人ぜひね、私のコメント欄のリンクか誰かのねツイッターにリンク必ずあるので、それで復帰してね、やってみてください。次回か次の次が、妖怪なんだっけ、コラボでレベル5コラボがあるんでね、ぜひね、今ねアメルンジャ先生もかなりねゲットしやすいので、ぜひ今復帰すると面白いかもよってね。調整来ないかな。金か。これはねマイルを貯めたいねっていうね。金2個。おお金。一角三。まあ、とにかくこれはマイルが貯まるから。おおオロチ。意味ね。ダイダロボッチ。という感じで1万5000マイルね貯まりました。そうなんだよね、展示支援マンの時に100連したやつをマイル交換するの忘れちゃって1000マイルと思ってたら1万マイルだった。格安に値引きされてマイルとなってしまったが、その分いいんだよ。その分確かそうガシャチケットに交換できるさということで、なんだっけ、そうそうそう、氷イベントねやっていきましょう。一応ね、最高輪は、おすすめは、闇エンマ、あとパワーアップ妖怪になってるデビビラン、そしてカイラ、この3体をまずきっちり超10凸させて、あとは打ち消しも嬉しいオイラン姉さんとか、オイラン姉さんは私9凸なんだよな。そしてあとはね、群馬神はね、いくらいてもいいっていうね、猛角。まあ、猛角の方優先かな。って感じで。デビビランは結構ね、クリティカルあって結構いいんでね。最近、うすら影もちょっと夏良くなってきてるからあれなんだけど、ぜひね、おすすめしたいなと思います。私みたいにね、小生を鍛えてない人間はね、小生根をね、剣豪ベニマルが出たり、天神シェーマが出るまで我慢してるという変な人は、結構ね、この、降臨チケット、ワルノリンとか、降臨召喚状妖怪が強かったりね、あとは小生召喚妖怪が強い順番がねこんな感じになってんで、
パワープ妖怪もね、で闇、さっきのデビビランも超10突すると6000を戦力超えてきます。パワープ妖怪大体6000超えてくるんで、カイラもね、ちょっと今闇馬があとちょっとで92でね、もうすぐ6000超えると思うんですけど、うん、パワープ妖怪ね6000超えてくので、最高はウブキ姫の6550かな。これもパワーアップな妖怪なんだけどね。うん、なのでまあ闇エンマたちなら6500ぐらいいってくれんじゃねえかなと思うけどね。はい、なので私は S ランクばっかり小生のね、この辺夏目とかね、とつってないんだよね。ねえ、こまみちゃんとかね、まさかね、そんなうだうだやってる間に四天童子とかがねガシャに追加されると思わなかったけどね。駒川ちゃんとかね、あ、今度来週、あ、今週か、今週金曜日のねアニメに駒川ちゃんがね、妖怪学園 Y でも出てきますね。駒川ちゃん、太っちょおばちゃんみたいな感じだったけどね。はい、というわけで私ね、久々に課金しました。980円、お昼2回分。というのもね、やっぱりめんどくさかったから課金した。10倍ボタンが欲しかったはい、じゃあ最後ね、ゲットしていきましょう。一応ね、超急突まで頑張りましたよ。うん、ということで10倍、これね、だいたいね、前900あったから、500かな、500枚。あとね、闇マロもね、コンヘンゲするのに闇マロも超1突から超6突させたので、これでいけたかな。さあ、これでカイラさんが、あ、いけましたね。そう、あのね、10倍ボタンの方がなんかね落ちやすい気がすんな。2倍になっちゃうからだと思うんだけど、うん、なんかね、こっちの方が落ちやすい。なんかね、1ずつやってるとこんな10回ぐらいじゃ落ちないと思うんだよね。うん、なのでね、久々に国取りパスいただいちゃいました。まあ今ちょうど国取りもね、あの佳境に入ってるので、はい。というわけでカイラね、レベルは全く上がってないけど、やったぜ超。まあ今回カイラがね手に入ったし、パワーアップもしてくれてね、ジバニャンのおかげなんだけどね。あの、まさかジバニャンの声の小桜悦子さんだっけ、声がね、あのリクソンの声と一緒だとは思わなかったけど、はい、パワーアップしてくれてありがとうカイラ。でもマジでね、カイラいいんだよね。命中クリティカルアップがあるから安定感あるよね。ぶつかりアップあって、なあっちのカイラと似てるよな。ぶつかり撃破でっていうね、あの剣豪ベニマルみたいな。そして全能力攻撃速度ダウンっていうね。うん、まあちょっとそろそろ暴走カイラももしかしたら出た、暴走カイラもう出たんだっけ。暴走エンマー出て、暴走カイラ出て、暴走ヌラリ出たよね。だから暴走カイラ出てないと思うので、暴走カイラもね、出てくるの楽しみに待っております。なんとなく近い将来、まあ妖怪学園も結構進んだからな、レベル5コラボがあって妖怪学園があって、うん、結構まあ確かにあんまりあれか、来ないかもしれないけど、まあでもね、こっちの超10突させました。そしてね、説明忘れてたんだけど、さっき言った、コンヘンゲするのもありだと思います。で、結構私前回カイラはね、コンヘンゲさせたんだけどね、大体超10突に500枚ぐらいね、使ったかな。うん、500冊っていうのかな。うん。で、でもね、この魔王恋のね、テンコちゃんはね、ハイスコアチャレンジとかで使うんで、まあ悪くないなと思います。たまにね、A ランクリアで。織田信長はね、ぜひコンヘンゲしてみてください。コンヘンゲ結構良かったです。なので、私、本当はカイラもなんか、でもね、コンヘンゲって苦手なんだよね。コンヘンゲってさ、一気に弱くなっちゃって消えちゃうみたいな感じだから、あんまりしたくないんだよね。そして闇藁も超6突まで上げました。これ合わせて600枚って感じだったかな。うん、でカイラでそう500冊いたな。1突から始めたからね。はい、というわけで織田信長はね、コンヘンゲした方が
いいと思います。闇マロはね、でずっと言ってる通り、コーン変化のレベルは、タイミングがね、超6凸、超1凸、10凸で変わってきます。 S ランクだったら超6が6、超1凸がレベル5でね、超5凸でもレベル5なんだよ。なのでやるとしたら超1か超6もしくは10凸のタイミングでやるのがいいのかなと思います。超8凸といってもレベル6は変わらない。で小生になったら、これが1ランク上がる感じだから、超6凸以上だと小生だとレベル7になるって感じだよね。うん、なんで小生レベル5が S ランク超凸6と一緒って感じ。はい、というわけで闇丸さん、真ん中のヒットポイント以外でも結構水イベントで昔は活躍してくれたんだけどな。でもこの前活躍しなかったからもうさよならします。うりゃいいですよ、ヒットポイント以外。うぎゃまあこんなもんですよねえ。なんでまあ無料ガシャ10連ね、今やってると思うんで、あの10連こうやってね、コーン変化もうあの森の木を目張りするように、この辺のねカルラとかやると1体ね、この辺が本当は欲しいんだよね。だけどカルラ多いよね、5分の1かよって感じですし、うん、ロボ面剣がぶつかりプラス5なんだっけ、うん、だからあれロボ面剣とか結構おすすめだよね。まあ毎回結構ハイスコアで活躍してくれるからあれなんだけど、まあね、うん、ロボ面剣おすすめですかね。で溜まったらこうやってね、あの合成もしちゃってどんどんね、底上げしていきましょう。はい、じゃあ今回こんな感じですね。パワーアップ妖怪ぜひ育ててください。こんな感じでよかったかな。闇閻魔私はあとちょっとでレベル100になるので、レベル上げ大変だよね本当。だけど本当ね、結局私の閻魔族もね、一番強いの闇閻魔なんだよね。なので小生を鍛えてない私としては、だからカイラもね、獅子閻魔もうナンバーワンツースリーに閻魔族のねしたいと思います。ちょっとコンが使えないんでね、あれだけどね。はい、なのでいっぱい閻魔いるね。カイラもいっぱいいるね。はい、なので今回はこんな感じで修練ね使うのもまた一つの手だと思います。そしてあ、そうだ、あとはそう、試練もね今ちょうどキャンペーン倍になってるので、ぜひね、私くつげんさん小生召喚してますけど、ぜひ今ねあのカウント倍になってるんで、この機会に私ねゲットしたいと思ってます。小生のくつげんさん、あとちょっとで小生コンゲットできるけど、昔はね守りナンバーワンだったんで、今ちょっと小生豪快に抜かれちゃったけどね、ただやっぱりお笑いがあってね、結構やっぱり強いんで、ぜひね小生なんだっけ試練の方もね進めてください。この 2.5 周年キャンペーン今のうち進めてください。いいね。はい、じゃあ今回こんな感じです。 2.5 周年キャンペーン有効活用よろしくお願いします。それでは最後までご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録もお願いします。それではまたお会いしましょう。さよなら、バイバイ。レベル50を上げなきゃいけない。